どうもこんにちは、セーラームシューズの鈴木でございます。本日はですね、宮城工業カスタムシューズのオーダーグッズのご紹介でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。はい、本日ですね、ご紹介するオーダーグッズはこちらでございます。オーダーいただきましたのはイニシャルで言うと F 様でございます。 F 様オーダーいただきありがとうございます。では早速仕様をご説明いたします。はい、まずデザインがですね CS の112、こちらサイドモンクとなっております。通常のシングルモンクはですね、この、上から下の方にこういう風にこう留めるのが普通なんですけども、このサイドモンクというデザインはですね、履き口方向に向かって留めるような仕様になっております。一般的にこちらのデザインはですね、プレーンなんですけども、 F 様はつま先をウィングチップに変更しております。型紙の変更を行ってですね、デザインを変更しました。ちょっとオプション料金となりますけども、こういったことも可能でございます。気になる方は、ご相談いただければなと思います。続いて革なんですけども、こちら KI の28、キップのワインカラーとなっております。非常にこう艶やかな感じの色なんですけども、画面で見るとですね、もしかしたらワインカラーに見えないかもしれません。色化はライニングですね。ベージュをご採用いただきました。ベージュは非常にこう足当たりがいい革なので、もしそういった機能性の部分でいい革を欲しいという方は、こちらのベージュがおすすめでございます。色化の刻印に関しましては、これ分かりますかね、宮城工業さんのこのカスタメイシューズのこのブランド名である和装良化という文字がですね、漢字で刻印されております。そして、そこですね、スタッズタイプでおなじみの、タフスタッズでございます。はい、ラバーソールですね。ダイナイトソールに代表されるような、こういったこう秒が打ってあるような、こういったタイプのもの、滑りにくさというところを優先順位高い方にはですね、おすすめのソールでございます。特にこう都市部なんかでね、ガンガン歩くような方にとっては、こちらの、ラバーソールがおすすめかなと思います。で、化粧ヒールにもですね、同じタフスタッズのものがついております。続きましてサイドに行きましょう。まずリブですね、かかとにも縫い目があります、ダブル巻きをご採用いただいております。ダブル巻きはですね、こういったものがですね、中に入っておりまして、リブテープというものが360度ぐるっと巻かれております。まあ、ここにですね、すくい縫いをかけて、このアッパーとベルトと一緒にこう縫っていくという形になります。ダブル巻きにするとですね、この化粧ヒールのものも含めて、かなりこうかかとががっしりしてきますので、立ってる時の安定性はシングル巻きよりもこちらのダブル巻きの方がいいですね。まあ、若干ちょっとカジュアルになるというところはありますけども、そこまでカジュアルに触れるというほどでもないかなと思います。続きましてウェルトなんですけども、今回 F 様はヒラを使っております。ヒラはですね、まっ平なものでございまして、こういったものですね、これがですね、ぐるっと一周巻かれて縫われているというものでございます。まあ、非常にこう一般的なものなので、割れ目立ちしたくないという方にとってはですね、こちらの非常に定番のウェルトがおすすめでございます。ウェルトコバのお色なんですけども、今回 F 様は赤茶をご採用いただいております。はい、少しこう、ね、赤っぽくなっているの分かりますかね。アッパーがワインカラーということもあって、エレガントさに拍車がかかるかなと思います。出し縫いの糸のお色につきましては、ウェルトコバのお色に合わせまして、茶色をご採用いただいております。サイドから見た時に一つオプションが加わっているのが分かりますかね。本底であるこのタフスタッドとですね、ウェルトの間にですね、1枚ミッドソールが入っておりまして、こちらダブル厚底となっております。はい、体格がある方とか、あと身長がある方にとってはバランスも含めてですね、このダブル厚底にするのは結構おすすめですね。そして、コバ形状なんですけども、今回 F 様がお選びいただいたのがラバーソールということもあって、ここはですね、お選びいただくことができません。はい、ヒラーのみとなります。今
今回ですね、お題いただいた F 様なんですけども、実はですね、海外在住でございます。アメリカの五大湖近くにですね、お住まいの方でして、この靴もですね、今この動画が配信される頃にはですね、この靴は太平洋を渡って、アメリカに今あるかなと思っております。まあ、いずれにしましても F 様がですね、この靴を末永く履いていただければ嬉しい限りでございます。はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。動画の中でもお伝えしていた通り、 F 様はですね、海外在住の方でございます。もうすでに履いていらっしゃるといいなと思っておりますが、まあちょっとね、いろいろあってまだ履いているかどうかは分かりません。はい、まあ、もし履いていただいて問題ないようでしたら、もしよかったらコメント欄の方にね、書いていただければ嬉しい限りでございます。はい、そしてただいまの時間が、はい、こちらですね、はい、3時12分となっておりまして、現在4月の30日となっております。もう深夜の3時を回っちゃいましたね。宮井工業さんのカスタムシューズに関しましては、本日が旧価格の最終日でございます。駆け込み需要と申しますか、自分の知り合いもですね、ぜひともオーダーしたいということで1週間ぐらい前からですね、連絡をいただいたりとか、その他うちのですね、このお客様の中でも旧価格のうちにオーダーしたいという方も多いですし、さらにはご新規の方で、まあ、もともと多分オーダー靴に興味があった方も5月1日からですね、価格が変わるということを知ったようで、まあ、このタイミングでオーダーしたいということでご予約をいただいたりしております。ここ数週間は、ちょっとね、忙しい日々を送っておりましたが、5月以降はですね、なかなか楽観的なことは言えません。まあ、これ当店だけじゃなくて、宮城工具さんの靴を扱っているところはなかなか大変じゃないかなと思います。まあ、自分もですね、一言ではないので、この辺はちょっといろいろ前向きにやっていこうかなと考えております。もう直近のことですけども、明日じゃなくて本日ですね、4月の30日をもって基本的には旧価格は終了です。5月1日以降のオーダーでこの旧価格で行うというのはもう不可能なので、これはもうご容赦ください。オンラインの方の、受付に関しましては、日本時間の18時半をもって受付を一旦終了させていただきます。オンラインの方に関しましてはですね、いろいろな仕組みもあってですね、ちょっとすぐには復活できないんですね。しばらくの間オンラインでのこのオーダーにつきましては、一旦ちょっと休止とさせていただきます。もちろん新しい価格で、復活はさせる予定ではありますけども、ちょっとお時間をください。まあ、今回の価格改定でちょっと仕組みがですね、ゴロッと変わってしまったので、以前の仕組みというのが使えないんですよね。全部こう回収しないといけないので、テコ入れはずっとしてたんです。今もね、これ夜中の3時になっちゃってるっていうのもあるんですけども、なかなか終えられませんでした。一旦休止しますということはもう、まあ、そのトップページはね、出しておりましたけども、まあ、この辺もですね、また改めて復活する際にはですね、動画でお伝えさせていただければなと思います。はい、ということでね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタン、熱をよろしくお願いします。本日もご視聴いただき、ああ、出した。帰って寝ます。